ベガルタ仙台ゴールキーパーの六谷雄二です。よろしくお願いします。今日で延岡キャンプを終えることになり、まず一つフィジカルキャンプの一段落がつくということで、昨日のトリニータのトレーニングマッチなんですけども、結果的に見ればものすごく心配されたサポーターの方も多いと思うんですが、監督が言われてた通りやることの整理だったり、まあ、いろんな課題が出た試合であり、僕たちは J の相手とやるのが初めてで、相手のトリニータさんはもう4試合目ということで、相手の方が確実にこう整理ができている印象を受けていますけど、僕たちも今監督の下で新しくベガルタに関わった選手を含め今構築している段階なので、もともといる選手からいろんなことを聞いて、また新しい選手もその中で自分のカラーを出していけるように、また宮崎キャンプでも取り組んでいきたいと思います。僕たち選手は35日間というキャンプの中で開幕に向けて一生懸命力を注いでいますので、皆さんもぜひ一緒にベガルタ仙台の力になること、ベガルタ仙台がビッグクラブに近づけるようにみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。これからも応援よろしくお願いします。次の指名は野澤拓也選手にしたいと思います。たくさんよろしくお願いします。